ああやめたいああやめたい <laughs> もうもうつぼやらなくてもいいのかなそんなきすらしてきたみんながやってるからみんなやってるけども実はみんな後悔してるともやらなければよかったってクリアしたら達成感はあるだろうけどもきっとね5年10年先に思うよあの時間絶対無駄だったって人生においてあの <laughs> 最も無駄な日々だったかもしれないってね 思うかもしれないのでみんなは絶対買っちゃダメだぞこのゲーム前はプレイして少しでもこの苦しさを共感できたらいいなと思ったけどもやめた方がいいこのゲーム買うぐらいだったらあれケンタッキー買った方が幸せになれるぞ長く遊べるかもその分って思うかもしれないじゃん長くあの無駄な時間を過ごすだけだからねそれはいらないとろうだそれはただの しかも、お賃金にもならない。いらない。取ろうといえば、よくさ、駅からの家が、まあ、10分、15分歩く人ちょっと歩くからいい運動になるかもみたいな思う人いるじゃん。ならないんだよね。なんでかっていうと、運動しようと思ってやってる10分間の有酸素運動じゃないから、やっぱそういうのって、ね、現れるんだと思う。ただ単に日々のルーチンとして過ごす。 というかもうそれこそほんとトロとして歩いてるからトレーニングではなくトロなんだよただのそれじゃあ鍛えられるはずもなく体にとってプラスになることもなくおーいよいしょので駅近がいいよもう高くなっても駅から5分ぐらいがいいと思う もっと言えば、通勤・通学時間は短めに。ちょっと安くするぐらいだったら、結局、あの、なんだろう、交通費で1ヶ月かかる部分と、それプラス、それにかん、それを、その分を家賃にかかると考えた計算をすれば、そこまで変わらない場合もあるから、だったら無駄に時間を。 使うぐらいだったら、近くに住んだ方がいいと。で、電車に乗ってる間、勉強や、なんかゲームとか、寝たりとか、すればいいやと思うじゃん。それはプライベートでやった方がいい。パーソナルスペース以外でそれをやろうとすると、ただのあの、なんか不快な時間と一緒なんで、やっぱり、電車で長く過ごすなんて考えない方がいい。え、でも電車で寝たり、 あのガタンゴトンしてるの好きだからって言うかもしれないけどそれ錯覚だからそれはねお前が脳みそであの苦しい現実から背けてるだけだそれはつらいだけだぞ自分ちの布団より癒されるわけがないじゃないかよいしょミカ貴様のせいだ死ね本当トバカ野郎待て あもうダメだはい落ちるここやり直しをもうちょっとさ要因させてよ無理じゃんあれリカバリーがどうしたらいいのあれはもうもう最終回にしよう大丈夫もう先人たちが山ほどクリアしてるから一人二人あの失踪しても誰も <laughs> 誰も泣かないから俺むしろ 楽になるぞ。一日にたった10分しかやってないとはいえね。<laughs> トロフ。してる。自ら進んでトロをしてるんだからな。よいしょ。ううちなみに俺は、駅からまあ10分かかんないぐらいで、さっきの話に戻ると。で、通勤も、えっ、ー、と、電車で10分ぐらいかな。 前はね、ドアドアで、ドアトゥードアで、ね、1時間ぐらいかかってたけども、本当苦しかったな。で、人身とかで止まったりすると、前使ってたとこ施設だったんだけど、替えが効かないのよ。替えとかで、保管のとこから迂回しようとしても、結局、すげえ時間かかっちゃうから、結局待ってとか。で、今のところは、あの、まあ、都会なんで、 何か止まっても何かがあるっていうね、まあ、その分ねその路線がね混んじゃうっていうのはあるんだけど届かないおっと危ねえ <laughs> そんな隙間から綺麗に落ちるんだよどうしたらいいんだ引っかかるポイントがもう分からねえぞとりあえず進んでみるしかないけどあはいはい終わった あ終わったどこだこれどこだ貴様ら <laughs> こっから上にまた戻れないっていうのもねまた悲しきすかダメこれは落ちるあぶねえバカ <laughs> そんな弾き飛ばしはいらないどうなんだろうななんかね動画見てもねよくわかんないんだよあそこなんか引っかかりそうにないところ引っかかってるから わけがわからないよ。同じ箇所でずっと止まってるわけじゃないからあんまり暇はしないんだけど、うん。ただね、1月ぐらい同じここの繰り返しになるぞ。なんなら2月ぐらい続けてもいいぞ。<laughs> ここをぐるぐる回ってるだけのトーク動画になるかもしれないぞ。引っ越しについてとか。 少しで難しいのがさ、その地域はネットの回線が早いかどうか、なんかさ、光が通るとか範囲内とか、そんなのは当たり前じゃん、もう、普通のとこだったら。でもさ、あのマンションだとか、あとは、のマンションでもなんかさ、古いタイプの,なんなんてうの回線なのかよく分からんけど、そういうのが、いいやつが引けるとこ引けないところとかあったりするし。 集合の、だからそういう分配しちゃって、結局遅くなってたりもあるし、意外とわかんねえんだよな、そこら辺が。で、うち、あの、結構、結構ってことじゃないな、まあまあ、の、高層まであるんで、あの、ニューロダメなんですよ。ニューロって今は確かね、5階までかなの建物じゃないと引けないらしくて、昔は2階ぐらいまでだったらしいんだけども、まあ、どの道俺ダメだから、うん。 おぶね、ああこれもう引き寄せらんねえでもなニュロもさみんながみんな使い始めちゃうと結局そんなに速くないってことになっちゃいそうだねよいしょまあなんだろうある程度の速さあれば普通にネットする分には問題ないんだけどあのネットゲー系をネットにいで繋いで対戦する系をやる場合結構ね困るんだよね 上りがないとそういうあたりがね、結構罠だよね。あとケーブル、テレビ回線系は全部地雷だね。あそこら辺は全部ゴミなんで、なんか引っ越しの際に何か言われても、絶対にやっちゃいけないぞ。まあ、無難に普通に、のーところのやっといた方がいいんじゃないのか。くそー。よいしょ。まあ、結局、どこもデメリット、デメリットあるから、 一概には言えないけどだってネットでさレビュー系調べると満場一致で大丈夫 OK みたいなところはないじゃん別にネットのそれだけじゃなくうんよいしょーあぶねーお部屋エルビの話に戻るとなんだろうねー まあのガスについてとかフロト入れ別だとかそこら辺はもう常識すぎるからそんなのはなんかそこ気をつけるといいよみたいなさもはやそんな範疇じゃないじゃん意外とここ気にする人少ないけども重要視した方がいいよってところはそういう方がねや役やあつよねオシュレットあるといいよ <laughs> 後からでもつけられるけどね いやウォシュレットあるとね、やっぱり、全然、血へのダメージが違うと思うから、ウォシュレットはいいぞ。<laughs> あったかい便座こうはどうでもいいんだ。別に、あの、うちはあったかい便座のついてるんだけど、あの、シートやってるから、もこもこのシートやってるから、別に寒さか感じないし。これどうしよう。ちょっと一旦ここで休憩して、 明日本語資料どうせ明日ね、開始ね、10秒ぐらいで下に落ちてると思うけども、じゃあ一旦ここら辺で切っておきます。まだ5秒あるけども、あと、じゃあお部屋探しのこと、続きを明日。<laughs>